三本、コーヒー株式会社は、神奈川県横浜市神奈川区に本社を置く、コーヒーを中心とした、飲料、食品メーカーである。ブランド名は、MMC みもとコーヒー、MMC コーヒー。森岡駅在来線ホームに設置されていた、自動販売機1957年3月15日に、有限会社三本コーヒー店を設立したことから、始まった。名称の由来は、 後に社長になる山本昇が、さがは縁起の良い数字であるので会社名につけたらいいのではないかと助言を受け、それに山本の本を合わせて三本という名称になった。その後順調に会社は発展していき、1959年有限会社から株式会社になった。さらに1974年三本コーヒー株式会社へと称号変更し、MMC の ロゴマークに変更した。このロゴマークは40年以上使用されてきたが、2018年には地球にコーヒーベルトが描かれたものに変更し、称号についても翌2019年3本コーヒー株式会社に変更している。本社については2019年に横浜市神奈川区近郊町から道区山内町の横浜市店内に 仮本社として一時的に移転しているが、将来的には横浜市西区の港未来地区内に新本社を建設し再移転する計画である。1989年には横浜博覧会でパビリオン MMC コーヒー地球体験館を出展した。出展にあたって山本昇は当時留学中であった現、副社長の山本里氏を責任者につかせた。 このパビリオンは東海大学情報技術センターの協力により様々な地球環境が再現され体験することができた。開催中は多くの客で賑わい、そのため人件費がかかってしまい、当初の予定よりも運営費が膨らんでしまった。その後、1992年にはこの施設を移設して北海道向川町に向川町個別地球体験館がオープンしている。 コーヒー販売事業の他に、パチンコの特殊景品及び、パチンコ店でのコーヒーのワゴンサービスの事業を行っている。ありがとうございます。